車内非常通報装置とは、列車内で非常事態が発生したことを乗務員に知らせる装置。乗客にはわかりやすく、車内非常ボタンや、非常連絡ボタン、非常通報機と案内されることもある。非常通報機車椅子対応座席横にある、非常連絡ボタン車内で非常事態が発生した。 場合には装置のボタンを謳歌することにより、車外のオレンジ色の車側表示灯が点灯するほか、乗務員室ではブザーが明動する。乗務員の確認のため何号車で押されたかをモニター、できる車両もある。古いタイプでは単に異常を知らせるだけで、警報式とも呼ばれる。信号発信に気づいた場合、運転手は次の駅に入線する際に探偵連打の、 警笛を鳴らし、駅員に該当車両への集合を求める。また、通話可能タイプでも、ブザーのみのタイプでも、押された場合には、必ず非常ブレーキで停車する取り扱いを行っている会社もある。1990年代に入ってから採用が多くなっている通話機能対応タイプの場合は、マイクを通じて乗務員と乗客が、相互に通話が可能である。このタイプは、どのような、 異常なのかを乗務員が迅速に判断できるというメリットがある。ワンマン運転を行っている路線では、運転手が何らかの理由で応対できない場合には、列車無線を通じて、運転指令所の指令員が代わって応対できるシステムの路線、車両もある。東日本旅客鉄道では、非常通報機という名前で導入されており、E231K の場合は、 車両の貫通扉付近に導入されている。また、トイレには、連絡用ブザーがあり、便所内で緊急事態が発生した際、連絡用ブザーを扱い、そのブザーを聞いた乗客が、近くの非常通報機を用いて車掌に連絡する、必要がある。e 2 3 3系では、e 2 3 1系の非常通報機よりも小型化、スリム化され、設置場所も、 ドア横の車椅子スペースなどに設置されるようになった。そしてトイレ内にも非常通報機が設置されるようになり、連絡用ブザーのように乗客が取り継いで車掌に連絡する必要がなくなった。JR の車両では、多くの場合は、各車両の連結部ドア横や車椅子スペースに、地下鉄及び私鉄では、各車両の1、または2カ所のドア横に設置されていることが多い。 また、JR 西日本は2006年に発生した市が、電車内駅構内連続合管事件を受け、装置の存在をわかりやすくするために、装置の近くに SOS と書かれたステッカーを貼っている。その結果、それまで同社では、犯罪行為や迷惑行為の通報に装置が使われたことはなかったが、2007年5月25日に、初めて痴漢の通報に使われた。 現在、SOS ステッカーは、他社でも使われている。車内で、急病人が発生した際や、乗客同士のトラブル時には、最寄りの駅に停車してから対処することが、病人の搬送などで円滑な対処が行える点や、列車の遅延を最小限にできる点で望ましく、車両をトラブルの場合は、駅以外の場所でも停車して対応することが、事故防止の可能性が高いとされる。 ありがとうございます。